Hey guys, welcome to my show. 昭和プロレスレッズデーにようこそ。ナビゲーターのマスクドマハロです。毎回一人のプロレスラーにスポットを当てるチャンネルです。今回のレスラーはこの人。今回スポットを当てるレスラーは青木狼バリー・ウィンダム。父ブラックジャック・マリガンの依頼でハーリーレースのコーチを受けて1979年11月27日19歳でテキサス州オデッサでデュム・デュロンを相手にデビューします。翌1980年からフロリダ地区でベビーフェイスとして活動します。1980年7月26日セントピータースバーグでマサ斎藤を破り NWA フロリダテレビ選手権を奪取します。これが初のベルト奪取です。1981年1月2日ウェストパームビーチでブリーファンクジュニアを破って NWA フロリダヘビー級を奪取、以降5度を獲得します。1982年12月18日サラトガでトーナメント決勝でグレッグ・バレンタインを破って NWA 南部ヘビー級を奪取します。日本には1983年世界最強タッグ決定リング戦でロン・フラとのコンビで初来日。198センチのフラ・ウィンダムコンビは注目を浴びて、まあリーグ戦の勝ち星は望まれませんでしたが、渋谷と違うキャラクターと類まれなレスリングセンスで大物ぶりを発揮しました。1984年ザ・デストロイヤーの弟子マイク・ロトンドとタッグを結成します。そして1984年3月14日マイアミビーチでロン・バスブラックバード組から NWA US タッグを奪取します。因縁のロンバストの構想中にマスクマンイエロードッグに変身したこともありました。1984年10月、マイク・ロトンドとともに WWF、WWE ですねと契約。 US エクスプレス、日本では USA エクスプレスと言われてましたね、名付けられて活動を開始します。1985年1月21日コネチカット州ハードフォードでノースサウスコレクション、日本でいうとアドニア・アドニス、ビッグ・マードック、スーパー・バイオレンスコンビから WWF 世界タッグを奪取します。3月31日レッスルマニア1でアイアンシークニコリ・ボルコフ組に敗れましたが、6月17日にまた奪取。しかし7月24日フィラデルフィアでグレッグ・バレンタイン、ブルータス・ビースケーキに敗れます。そして10月に WWF を離脱します。86年1月全日本プロレスニューイヤーズ・ウォーズスーパーバトル86に来日、鶴竜コンビ長州康とも対決し、引きを取らない2人のファイトはファンを魅了しました。なかなかこいつらやるなという話をよく聞きましたね。帰国後フロリダ地区からミッドアトランティックの NWA クロケットプロモーション入り。そこでリック・フレアとフロリダでまあ続いてるテナーを相手ですね、60分フルタイムの争う構想を始めます。1986年12月9日サウスカロライナ州スパルタンバーグでロニー・ガービンとコンビを組んで、イワン・コロフ、クラッシャー・フルクチョフから US ヘビー級 NWA 版ですねタッグを奪取します。その時のライバルはミッドナイト・エクスプレスです。1987年5月2日ビル・ワッドの UWF ですね、ミッド・サウスに初登場、スーパー忍者と対決します。このスーパー忍者ことゴー・リュウマとの対決はマハロの YK チャンネルでご覧いただけますので概要欄に URL を貼っておきます。1987年6月20日ヒューストンのトーナメントでクリス・アダムス、シェシカ・ワトレー、ブラック・バートを破り NWA ウエスタン・ステイツヘリテージ選手権の初代王座となります。この王座はビル・ワッドの UWF でも認められて、 NWA と UWF のダブルで認められた王座ですね。リック・スタイナーやビッグ・ブーバー・ロージャースの挑戦を受けました。1988年3月27日ノースカロライナ州ブリンズボロ、レックス・ルガーと組んでアン・アンダーソンとターリー・ブランチャード、フォー・ホースマンの塊ですねから NWA 世界タッグを奪取します。しかし4月20日フロリダ州ジャクソンビルでバリー・ウィンダムはレックス・ルガーを裏切りタイトルを落とします。ベビーフェイスからヒールターンをしたことで NWA のファンは大衝撃を受けました。バリー・ウィンダムは黒手袋を身につけて、お父さんと同じですね、ブラックジャックのフォー・ホースマン入りして5月13日
ヒューストン、ダスティ・ローゼスが返上した NWA ユースヘビー級トーナメントに勝ち上がって優勝します。そして1989年6月 WWF に U ターンしてウィンドメーカーというキャラクターになりますが、家族の偽札スキャンダルで4ヶ月で離脱することになります。1990年2月全日本プロレスエキサイトシリーズに参戦、3月6日ジャンボ鶴田の3冠戦に挑戦しました。帰国後 WCW に復帰、今度はホーホースマンからベビーターンして日本でもタッグを組んだダスティン・ローデスですね、今の名をゴールドダストとコンビを組みます。1991年3月21日スターケードイン東京ドーム、新日本プロレス、アンダーソンと組んでマサ斎藤、長野正弘と対決、得意のフライングラリアットでマサ斎藤からホール勝ちを奪います。1992年新日本プロレス G1 クライマックスに参戦、8月6日静岡で NWA 世界ヘビー級トーナメント1回戦が行われて武藤敬司と対決、武藤のランディングボディープレスで敗北します。ノースカロライナ州アッシュビルでグレートムタから NWA 世界ヘビー級を奪取して第81代王者になります。 WWF に復帰します。何度かのイメージチェンジをした後にブラッドショーと組んでニューブラックジャックスを名乗り、父親のキャラクターですね、ヒゲと黒いベストと黒手袋ですね、で父親のキャラクターをリメイクして、その年の翌年ですね、暮れの世界最強タッグに14年ぶり参加します。その後 WCW に戻り、カート・ヘニングと組んで1999年2月21日カリフォルニア州オークランドでクリス・ベンワー、ディーン・マレンコを破って WCW 世界タッグを奪取します。2000年にはケンドール・ウィンダムとウィンダームーン・ブラザースを名乗って世界最強タッグに参加、2004年5月 IWA ジャパンに来日します。マイクロドンド引退試合に三宅と組んで白装ディム・ドゥガン、アニマル・ウォーリアー、松田慶三と戦います。それが最後の来日になります。2012年 WWE 殿堂入りです。得意技はフライング・ラリアット、ブルドッキング・ヘッドロック、エルボードロップキック、スリーパーホールド、技は多彩ですね。インサイドワークを駆使する技能派として相手の良さを引き出すテクニックスタイルで最高のレスラーの一人として評価されています。武藤敬司は語りました。フルーズ時代のかっこいいなと思ったのがバリー・ウィンダムなんだよな、レスリングが上手くて会場入りがポルシェのオープンカーで憧れましたね、バリー・ウィンダム良かった、とても良かった。ウィンダムの忘れられない試合としては1つ目、1987年1月13日サウスカロライナ州コロンビア対ビッグフレア戦ランバージャックマッチです。ベビーフェイスのウィンダムにはダスティ・ローデスとロックンロールエクスプレスがつき、ビッグフレアにはターリー・ブランチャード、アン・アンダーソン、ジム・デュランがつきました。館内割れんばかりの大声援で天井が飛ぶかと思うぐらいの大声援でした。フレアのお株を奪う足運の地固め、アバラシホールド、ミサイルキック、フライングラリアット、まあ見せました。フライングラリアットを入れてカウントを取りに行った時にフレアサイドが乱入して反則勝ちになりました。次は1990年3月6日日本武道館、ジャンボ鶴田の三冠選手権に挑戦しました。このシリーズは天竜源一郎全日最後のシリーズだった、そして倉持アナの最後の実況の試合でした。バックドロップ、フライングラリアット、 DDT と攻めましたが、怪物ジャンボが殿下の方とバックドロップホールド一発で仕留めました。ジャンボは試合後素質はピカイチと語ってましたが、天竜革命後の全日本マットはファイトスタイルがねガラッと変わりましたので、バリー・ウィンダム損したと思います。全日本プロレス的にもバリー・ウィンダムここでゴーディ・ウィリアムスやスタン・ハンセンと並んで全日本の主力として持ってきたかったということもあったと思いますが、アメリカンスタイルが長いバリー・ウィンダムには損になってしまいましたね。ルックス、素質、花もあり、インサイドワークが巧み、しかしちょっと欲がなかったような気がしますね。あと5年早かったら確実にフレアの後継者として NWA 王者として君臨し長期政権だったはずです。バリー・ウィンダム、今見返しても素晴らしいレスラーです。いかがでしたか？取り上げてほしいレスラーがございましたらコメント欄にリクエストをお願いします。
コメントも励みになります。それでは次回の昭和プロレスレスレンもお楽しみに。